本日紹介する時計はこちら、オメガシーマスタープラネットオーシャン 600m 防水の GMT 付き高アクシャルムーブメントを搭載した 44mm モデルです。このモデルでは傷に強いセラミック製のベゼルを採用したこと、バックスケルトンで高アクシャルムーブメントの動作が見えることが大きな特徴です。ケースの作りはダイバーズらしいかっちりとした作りとなり、厚みがあり重量もそこそこあります。オメガ定番のスピードマスターと比較するとこんなに違います。サテン仕上げとポリッシュ仕上げのコントラストが綺麗です。文字盤の仕上げも丁寧です。本格的なダイバーズらしく、ヘリウムエスケープバルブを備えています。ブレスレットはオーソドックスなタイプですが、しっかりとした作りです。バックスケルトンはこんな感じです。ベゼルは両方向に回転するタイプです。全体的に質感がアップしたプラネットオーシャンですが、値段は比較的リーズナブルです。旧型のロレックスサブマリーナが手元にあるので比較してみましょう。プラネットオーシャンはケースサイズがやはり大型です。全体的にはもはや旧型のサブマリーナを超えたと言っても良い出来ではないでしょうか。共感してくれる人はコメントに超えたとぜひ入れてください。どちらが上かは別として、プラネットオーシャンは非常に良い時計であることは間違いなしです。価格もこなれてお買い求めやすくなっています。タイムピークスでは出品者の手数料は無料で、手数料は買い手から 5% をいただいているのみなので、一般的な買取店で売るよりお得になっています。お得なタイムピークスであなたの時計を出品してみませんか？チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。